ゲンスラーが設計した上海中心、ゲンスラー、正式名称、M. アーサー・ゲンスラー・ジュニア・アソシエーツは、サンフランシスコに本社を置く、アメリカ合衆国最大の建築設計事務所。2015年のゲンスラーの収益は11.8億ドルに達し、アメリカの建築設計会社でトップとなった。2015年現在で、ゲンスラーは16カ国の46都市に、 事務所を開設しており、2018年現在で、従業員は5,500人に達する。ゲンスラーを創業したのは、建築家、アーサー・ゲンスラーである。ニューヨーク市に生まれ、コーネル大学で建築を学んだゲンスラーは、ドリュー・ゲンスラー、アソシエートのジェームズ・フォレットと共に、1965年に事務所を開設した。当初は、企業の内装などを手がけていたが、オフィスビル、 商業ビル、空港ターミナルビル、教育施設、娯楽施設などの大型プロジェクトにも進出した。さらに、都市計画、ブランド戦略、環境グラフィックデザイン、ミッションクリティカル施設設計、サステイナブルデザインについてのコンサルティングなど、建築周辺の様々な分野も手がけている。2000年には、アメリカ建築家協会より、建築設計事務所賞を受賞している。 また創業者アートゲンスラーはデザインフューチャーズカウンシルから2016年に生涯厚労省を受賞している。ありがとうございます。